紳士は金髪がお好きは1953年にアメリカで公開されたミュージカルコメディ映画。アニタ・ルースによる1925年出版の同名小説を原作とした1949年初演の同名ブロードウェイミュージカルを映画化した作品である。原作小説発表から翌年には擬曲化され、1928年にはルース・テイラー。 アリス・ホワイト、フォード・スターリング主演で同名のサイレント映画が制作されている。またルースは続編に、サレド・シン氏は、ブルネットと結婚するという題名の小説を1927年に表しており、こちらは1953年版、シン氏は、金髪がお好きの続編として1955年に、同名映画が、ジェーン・ラッセル、ジーン・クレイン主演で映画化されている。 作品中に著作権表示があるものの、リニューが事務的な理由から行われず、その結果作品公開当時のアメリカ著作権法によって権利放棄とみなされ、現在アメリカにおいてはパブリックドメイン扱いとなっている珍しい作品。このため、ウィキメディアコモンズに数多くのスクリーンショットがアップロードされている。映画の一場面がマドンナのマテリアルガールの ミュージックビデオでオマージュされている。ビークマン恐怖人におねだりして高価な髪飾りを頭に乗せるローレライ。ニューヨークで舞台に立つショーガールのローレライはダイヤモンドやお金持ちに目がない金髪美人。不豪の音像シガスはローレライに魅了され、パリで結婚式を挙げるために豪華客船を予約した。しかし、ガスの父親は結婚に大反対。 ガスは船に乗れなくなってしまった。ローレライはガスの代わりに、ショーの相棒で、幼馴染みの親友、ドロシー、ジェーン・ラッセルとパリに行くことに。ドロシーはしっかり者だが惚れっぽく、お金がなくても、いい男であることが大事な黒髪の美人だった。船が出港すると、早速ドロシー用の資産家の乗客を物色する、ローレライ。ドロシーはハンサムだが裕福ではなさそうなマローンと、 意気投合。しかし、実はマロームは、ガスの父親が雇った、私立探偵だった。ダイヤモンド鉱山の所有者、ビークマン教の夫人は、豪華なダイヤのティアラが自慢だった。そのティアラに目が眩み、ビークマン教に接近するローレライ。ローレライとビークマン教の関係はスキャンダルになりかけたが、ドロシーの協力もあってなんとか無事に収まった。解決のお礼として、 渋るビークマン卿からティアラをもらうローレライ。ビークマン夫人はティアラをローレライに盗まれたと大騒ぎ。ティアラを買いそうにもなぜかティアラはなくなっていた。ドロシーは問題解決のための時間稼ぎに金髪のカツラをかぶってローレライになりすまし裁判に出廷した。ティアラは無事に発見され偽物のローレライは無罪方面となった。ガスの父親も 本物のローレライと知り合うと彼女のファンになってしまった。こうしてローレライはお金持ちのガスと、ドロシーはいい男のマローオンと望み通りの結婚式を挙げるのだった。20世紀フォックスはベティ・グレーブルを主演とするつもりで映画家権を買ったが、マリリン・モンドー主演のナイアガラが成功したことでグレーブルよりギャラな安いモンドーを起用することにした。当時のギャラは グレーブルが映画1本あたり15万ドルだったのに対し、モンローは1万8000ドルだった。撮影は1952年11月17日から1953年1月22日まで行われ、さらに1953年2月に追加撮影が行われた。ジェーン・ラッセルがエイント・ゼ h e ワンヒア・ d o ーラブの終盤で、 プールに落ちたのはアクシデントであり、意図したものではなかった。無名時代のジョージ・チャキリスとハリー・ケリー・ジュニアが、早くで出演している。アニタ・ルースの原作小説は、1928年にも、サイレント映画として映像化されているが、フィルムは現存していない。日本では、舞台版が1996年11月に、上演された。ダイヤモンドは、 女の親友を歌唱するローレライ。この場面は多くのオマージュを生んだ。ダイヤモンドは女の親友は本作で使用されている楽曲で最も有名なものの一つである。ピンクのドレスを着たモンドを演じるローレライがシンクのステージで塩尾服に清掃した多数の紳士らに取り囲まれ、貸し詞かれ、愛の象徴であるハートのプレートを示され、 最後に宝石を差し出される中、場所がパリにちなみ、ラ・マルセエーズの冒頭のフレーズで、フランス人は愛のために戦うという。愛のために死ぬのに喜びを乱すのね。でも私は宝石をくれる。生きた男が好きなの、と歌い出し、キスは素晴らしいけれど、家賃や食費にならないわね。女が年を取れば男たちは見限るけれど、ダイヤモンドはずっとそばにいてくれる。ダイヤモンドは、 女の親友よ、などと、高らかに歌い上げ、愛より富を欲することを宣言する。ジュール・スタイン作詞、レオ・ロビン作曲の本楽曲は1949年のミュージカルでローレライを演じたキャロル・チャニングが歌唱したのが初演である。しかし現在では、映画での印象的な場面で、マリリン・モンローの歌として知られている。この場面は、本作を象徴する場面であり、 本作を紹介する際にはしばしば取り上げられる。また、前述のように、マドンナのマテリアルガールのミュージックビデオにもオマージュされたほか、2001年の映画、ムーランルージュでは、ニコール・キットマンに演じるヒロインが、歌詞の一部を変えて歌唱している。またミュージカルナンバーとして、カイリー・ミノーム、ニコール・シャー・チンガーの女性歌手や、テレビドラマ、クリー、 フリーの作中などに多数カバーされているが、コンサートなどでの演出では、ピンクのドレスに身を包み男たちを従えて歌うという、本作の場面のオマージュがなされることが多い。モンロは、ほとんどの映画で自分で歌唱していたが、本作においては、歌詞のない冒頭の高音部分のフレーズは、マーニー・ニクソンが担当した。本楽曲は、 アメリカンフィルムインスティチュートで映画史上の12大映画楽曲にリストアップされている。ありがとうございます。